私はソラ、モノ大に通う4年生。今は大学近くのカフェに向かっているところ。というのも大事な話があるから来てほしいと、付き合って4年になる恋人のエンジに呼び出されたからだ。大事な話ってなんだろう。お互い内定も決まったし、もしかしてだけど、もしかしてだけど、卒業したら結婚してほしいとかかな、キャーなどと浮かれていた私。しかし200万貸してくれ。200万円、円なの？実は借金があるんだ。借金？どうして？なんでそんな大金？理由は聞かないでくれ。いや、そんな大金持ってるわけないでしょ。私たち学生だよ。コンビニだってバイトだし。間違えた。バイトだってコンビニだし。動揺したのはわかる。親に頼んでみてくれよ。いやいや、ってか、エンジのご両親は知ってるの？親にこんなこと頼めるわけないだろう。俺に恥かかせるなよ。うちの親にも頼れるわけないだろう。逆に私に恥かけと？おかしいでしょ。まずは自分の親や親族とかに頼むのが筋じゃない？私たち婚約もしてないのに。それに借金の理由も言わずになんて勝手すぎ。俺のこと好きじゃないのかよ。好きなら何も聞かずに貸してくれ。その後どうやり取りしても話は平行線というか、話が通じなくて頭痛がしてきた。ああそうか、お前の俺への気持ちってそんなもんだったんだな。バシャ、漫画のような暴力。もういい、がっかりだ。ポッカン、怖い。何が起きたの？え、嘘。なんという屈辱だ。ソラ、クルミ。彼女は同じ大学の友人クルミだ。大丈夫？このハンカチ使って。変な柄でごめんだけど。ありがとう、見慣れてるから大丈夫。クルミいつから？最初からいたよ。奥の席でレポート書いてたの。全部聞こえちゃった。そっか。泣くことないよ、エンジのやつありえない。ハンカチごめんね。いいよ、彼氏からのプレゼントだけど気に入ってなかったし。ピカン、エンジからメールだ。なんだろう。借金は嘘だ。お前がどれだけ俺を愛していて俺に尽くせるか試したんだよ。お前は不合格だ。さよなら。はぁ、こっちから願い先じゃん、バカレット。不合格ってなんじゃ、何様じゃん俺。そういや、彼氏に聞いたんだけどさ、エンジ大企業に内定決まったじゃない。相当浮かれてるらしくて、金目当ての女が寄ってくるだろうから見極めないとなって言ってたみたいよ。早くもエリート気取りよ。エリート気取りか。金目当てって、私たち1年の時から付き合ってるのに。エンジから告白してきたのに。はぁ、ほんとどうしようもないアホだわ。こんないい彼女、大学近くのカフェであんな話するなんてバカな男。他にも同じ大学の人たくさんいるよ。すぐに噂が広まると思う。ソラ、あいつに絡まれないように対策しときなよ。うん。で、あんなやつ早く忘れなよ。うん。クルミの予想は的中した。エンジが借金持ちらしいという噂は瞬く間に広まった。しかも借金の理由を明かさなかったことから、ギャンブル狂いだとか夜の店通いだとか、悪い尾ひれがたんまりついていた。ソラ、あのエンジの噂、柳教授の耳にまで届いたらしいよ。柳教授って、エンジの就職を斡旋してくれたんだよね。そう、だから相当ヤバいみたい。エンジのやつ、空に誤解を解いてもらわないとって騒いでたらしいけど、大丈夫？けー、そうなの。あの後すぐ着拒してメアドも変えたから。そっか、でも心配だからしばらく私の部屋に泊まりなよ。彼氏の藤にはしばらく来るなって言っとくし。くるみ様ありがとう。そして藤君ごめん。くるみの予想はまたも的中した。私と連絡が取れないことに焦ったエンジは、直接話をしようと私のマンション前に張り込んでいたらしい。今日も空が現れない。クソ、こんな張り込んでいるのに。ねえ、ちょっとあれやだ、ポリス呼ぼう。しかし怪しんだ近隣住民に通報され、エンジはポリちゃんに御用となってしまった。これが初めてだったのと、金輪際関わらないことを条件に被害届は出さなかったため、厳重注意で済んだけれど。すいません、ここでストーカーやめないとね君。次は排水溝に潜むレベルまで行くぞ。排水溝。さらに悪い噂が広まってしまい、とうとうエンジ君。柳教授、やっと見つけたよ。さっき君の内定先から封書が届いてね。君の内定は取り消しだそうだ。そして私の顔に泥を塗ったね。俺の輝かしいパリピライフかっこ予定か。今からまた就活は厳しいだろうが、私が力になることはないからな。じゃあ、私はくるみのおかげで立ち直り、残りの大学生活を楽しんでいる。それ美味しいの？うん、癖になる味。エンジの就活は今のところ全滅らしいが、詳しいことは知らねえ。エンジ様のより一層のご活躍を、田舎に帰ろうかな。祈るぐらいだったら採用して。